ボーイング307スミソニアン博物館に展示されるパンアメリカン航空のボーイング307ボーイング307とはアメリカ合衆国の航空機メーカーであるボーイング社が開発した世界初の弱圧キャビンを持つ商業用旅客機であるラオス王立航空のボーイング307ボーイング307は愛称をストラトライナーといい合計10機が製造された 二万フィートの高度を高点であっても余圧されたキャビンでは快適な空の旅を提供することができた最初の旅客機であった。主翼、尾翼、降着装置は同社が製造した爆撃機 B-17 のものが流用され機体構造にも共通点が多い。その後もレシプロ機時代のボーイングは爆撃機の主翼などを流用した旅客機を製造していた。 また307の余圧技術は B-29 にも利用されている。初号機は1938年12月31日に初飛行したが、1939年3月18日に、KLM オランダ航空のパイロットにより、試験飛行中に垂直尾翼の設計ミスが原因の墜落事故を起こした。2号機以降は回収されたものの、第二次世界大戦の勃発により、 KLM オランダ航空は導入を取りやめた。その後1940年3月にパンアメリカン航空によりアメリカ大陸横断路線やアメリカと南アメリカを結ぶ路線に就航した。その後トランスワールド航空にも納入されたものの第二次世界大戦へのアメリカの参戦により生産が中止されたことや予圧されていないもののより乗客数が大きく。 経済性に優れるダグラス DC-4 などとの競合にさらされたことなどから最終的に10機が生産されたに過ぎず商業的には成功しなかった。不時着水した NC19903 第二次世界大戦にアメリカが参戦すると各航空会社より軍用に徴用されトランスワールド航空所属の5機が余圧装置撤去や燃料タンク増設等の改造を 試行されて C-75 輸送機として運用されたほか、トランスワールド航空のオーナーで置くマン長者としても、有名なハワード・ヒューズが購入し、豪華な内装を持つフライングペントハウスとして使用していたが、高燃動体部分のみ、ハウスボートに改造された。試験飛行で失われた1号機とハワード・ヒューズの所有機を除く発機は、第二次世界大戦にてアメリカ軍の徴用を経て、 戦争終結後は再びトランスワールド航空、パンアメリカン航空に復帰したが、より大型、高速のロッキードコンステレーションやダグラス d c 6等に大体売却された。その後は中南米やフランスの航空会社で使用されたが、フランスからラオスのラオス王立航空に移籍し運用されていた最後の一機が1975年3月に事故で失われ、 商業運行は終了した。現在は唯一文化財としてパンアメリカン航空が使用していた NC19903 機がスミソニアン博物館で展示保存されている。この機体はスミソニアン博物館が1969年に購入後20年間砂漠で保管されていたがボーイング社で保存工事が行われた。2002年 最後の飛行として、スミソニアン博物館へ開港する途中、シアトルで不時着水するという事故に見舞われたものの、引き上げ、修復の上で2003年から同感で一般公開されているほか、ハウスボートに改造された元ハワード・ヒューズ所有機もアメリカ国内で保存されている。客室内部の様子、ありがとうございます。